さて今朝のみんなの意識調査ですが、今日のテーマは一体何でしょうか。さあ今年の夏休み、はい、一番の予定は何ですか。国内旅行、海外旅行、イベント、帰省、その他特になしということです、うん、特にまあ海外に行くことに対しての、はい、まあ、ちょっと自粛もあるのかな、どうですかね。皆さんちなみに夏休み取られるご予定はあるかないかということと、あるのであればどうしたらいいのか。なんでみんなすごいその渋い顔してさてはさては忙しいなみたいな、長谷川さんいかがですか。あまり痛くないな。あまり痛くない国内旅行ですそうですか、そうですか。古谷さんは、いや24時間戦えますかでございます。そんなものはございません。あの子供いるとね、あの野球とかなんだとかやっててね、余計に動けなくなる。あ、そうか、逆にね。皆さんのご予定ぜひお聞かせください、はい、さあ皆さん今年の夏休み一番の予定は何ですか、はい、せーのドン。おお、得になりました。特に1074票、ついで多いのは国内旅行、そしてその他イベントということですね。なんかね、私、うん、言っちゃあるけど、けなすつもりないけど、ここの視聴者さんが特になしにするだろうなと思った、はい、でも今日もこの時間外に見に来てくれてますからね皆さんありがとうございます